はゆいです。アプテカプテマルテ監督え？アパクテルダカルテクルネクスマチュウウワワイおいアワズナグアイヌーラアイヌ人アホクスワイユイユイユイノプテケテンゲモダラダクスマラレアホクワナノブダクアイヌーオケーオケーイズミゴーエイトリザーチェックエアウト。最近どう？豚麺食ってる？どうも、ゆいです。今日はですね、まあ、今コロナでね、イベントが開催されなくて、皆さん結構ね、つまらない日々を送ってるかもしれないんですが、そうですね。インスタでね、オンラインのカーショーが今開催されてまして、そちらをね、ちょっと紹介していこうかなと思います。そうですね。その名も、ダブオールスターズジャパンショーっていうね。どういうイベントなんですか？インスタの、まあ、要はオンライン上で皆さんね、エントリーフォーム書いてオフィシャルの方にこう送って、で、インスタ上でこうどん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 エントリーされていくんですけど、最終的には、はい、いいねが一番多かった方が、はいはい、まあ、1位になるというね、まあ、ちょっとね、日数的にはもうね、5月31日までの開催なんで、あとまあ1週間ぐらいしかないんですけどね、毎日なんかね、目まぐるしくやってますね。そうなんですよ、タイマンバトルですね。いやでもすごいですよ、なんかエントリーされてる車ね、インスタ見てる。何台ぐらいエントリーされてるの？これ何台なわけ？何台ぐらい？いや、わかんないよ。めちゃくちゃいっぱいいる。いっぱい？うん、いっぱいって言って。いっぱい、もっとちゃんと可愛く言って。いっぱい。あ、取れてない、ごめんね。で、何台ぐらいにされたんだっけ？いっぱい。あ、そう。どういう系のあれなんですか？車のジャンル、はい、様々ですね。ローライダーもいるし、はい、もちろんなんかラグ系とか、はい、リフテッドもいるし、はい、ローチャリとかもいた、はい、あとバイク、はい、おしゃれですね。おしゃれ。いや、おしゃれですよ。監督並みにおしゃれですね。そう。で、しかもまあオンラインのね、イベントっていうことで、はい、皆さんのもうこの車が一番かっこよく写ってるぜっていう写真がね、7枚までだっけな、皆さん確か載せられて、それがね、いろいろアップされてるんですけど、もちろんね、イベントに展示されてる時のお車の写真載ってたりとか。すごいよね、みんなめちゃくちゃかっこいいんだよね。ゆいちゃんでいいんだ。どうなんですか？これね、私も参加しようと思っていたんでございますがね、エントリーするのを忘れてまして、すいません。なんで忘れんだよ。ちょっと後の方からしれっと出ていこうかななんて思ってたんですけど、あ、すっかり忘れてましたね。だからね、どうなんだろう、ゆいちゃん的にこのイベントのさ、うん、楽しみ方とかさ、面白い部分とかさ、なんかないですか？でも今だから面白いなと思って日々見てるのは、タイマンバトルですよね。タイマンバトルみたいな、はい、今すごいキンキンで上がってるのは、はい、水色 VS 水色みたいな、同じようなカラーの、まあ、SUV で対マンするみたいな、はいはい、どっちがみんな好みなの的なね。で、24時間だっけな、で、そうそう掲載されてるんですけど、インパラかなんか見なかった？インパラとリフテッドかなんかと、そう、あとナビゲーターとリフテッドじゃないや、ハマーか、そう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 。あ、そういうこと。毎日行われてるのじゃあね。今のところね、毎日の感じで24時間で、そう、で、ハマー、そうです、ハマーとナビゲーターの後がサバーバンとタホ、はいはいはい、だっけ、あれね、なんとかちゃんですね。そうね、なんとかくんとなんとかちゃんです。そう、今第4が水色 VS 水色ですね。で、リアルタイムでね、ストーリー上でエントリーしてる方同士でこれ VS これが見たいとかっていうの結構上がってたんで、あれなんですね、そう、アンケート的なね。あ、これあれですね。オフィシャルさん、黒対黒と水色対水色、どっちも第3回戦目って書いてあります。クレーム入ってますよ。クレーム入ってます。ゆいちゃん的オンラインカーショーとはを教えてください。今ね、てててててててこの状況下なので、
まあもちろんね3密も守らなきゃいけないし、はい、まあ外出、まあ解除されたところもね、はい、ありますけど、はい、まあ皆さんまだねお外には出れないので、はい、まあこうやってねみんながつながってるネット上とかで SNS でイベントができるっていうのは、それはそれでね、今までこうイベント会場に行っていた時よりもね、はい、違う車が見れたりもするわけじゃないですか。それはだから楽しいんじゃないかなって思いますけど。あ、そうだそうだ、過去の車もそうだ、出せるんですよ。過去の名車みたいなのがまたリバイバルでポンと出てきて、確かに確かに、あ、こいついた、これかっこよかったな、これっていうのとかがあるわけじゃないですか。皆さんタイマンバトルリアルタイムで見てねくせにうるせえな。おい、過去の愛車でもエントリーが可能とかっていうのがねありましたよね。まあ今はもう掲載期間になっちゃってるんでエントリーはできないんですけども、イベントの趣旨、はい、それはだってあれじゃないですか、イベントができないさなか車業界を盛り上げていこうのやつじゃないですか。そうです、もう車業界を盛り上げていこうっていう中に、うん、最近新しい車ってできてこないでしょ。あ、まあそうだね、確かに昔の過去のかっこいい車たちがね、昔はちゃんと毎年毎年新しい車ができてきてたんです。うん、でも今は1台の車がちょっとねリメイクしてリメイクしてリメイクしてって新しい車なんか出てこないでしょ。うん、ね、そういうところも考えて、ね、みんなのその車熱を上げるためっていうのも考えて過去の車もいいですよってなってるわけですよ。そうですね、皆様のかっこいい愛車をエントリー出してね戦いましょうと。だ皆さんね、まあ、エントリーはもう終わってしまってるので掲載されているお車の、まあ、いいねでアワードが決まるので、まあ、皆さんねこういろいろ見ていただいて、まだねいいね押されてない方はポチポチさしていただければ。全部ゆいちゃん的、うん、これいいねのやつ、そうそうそう、これイケてるね車両、ゆいちゃん的ナンバーワンを勝手に決めてオフィシャルの方すみません、勝手に。そしてエントリーされている方々、本当にあの私の完全な独断と偏見で、うん、え、この車かっこいいって思ったやつ発表させていただきます。ゆいちゃん的視点ね、こちらこちらなんですよ、これ、はい、はい、こちらです。どの辺がいいの？これね、ゴリゴリなフォーランナー仕様のサーフなんですけど、はい、このね、はみたい具合がね、はい、たまらんですね。そうですね、はい、そこだけですか？そうですね、そこだけ。そのなんかこう決め手は何ですか？決め手は、いや決め手はでもやっぱり優位的視点のこのナンバーワンになった決め手は何ですか？この車がある中で変態具合です。どの辺が変態なんですか？この方のね、この方のこれ185でしたっけのサーフをフォーランナー仕様でここまでちょっとゴリゴリにはみ体してるのはちょっとやっぱ目に留まったんですよね。まあ、あのリフテッドの方とかでゴリゴリのはみ体でもちろんかっこいいねトラックだったり SUV だったりとかあるんですけど、ちょっとねあえてこの方でここまでやってるっていうのもいいなって思ったんです。優位的視点、ええ、ちなみに監督的視点のナンバーワンはある？あ、なんか言ってたよね。見せちゃってあげてください。どうだっけ、監督的視点だっけ、初期の方だっけ、どこだっけな、はい、これです、はい、これです、これです、はい、監督的視点ナンバーワン、はい、ででんこちら、これです。このね監督好きそうだね。これ E クーペなんですかね。これ E クーペっすよね。これは、W124 の 300CEあとね、まだね、その頃は多分ミディアムクーペじゃないの、ミディアムの、ミディアムとかなの。そう、これはね、まあ、何がいいの。いやもうやっぱり単純に俺欲しいなって思って、欲しい、単純に欲しいね。買っちゃう。あと色がね、すごいいいです。色がすごい、色がすごくいいです。どういう、あの、なんて言うんだろうな、うん、渋い色っていうんですかねなんだろうな、これ純正っぽい感じで攻めてるみたいな。で、このホイールも、この AMG のさ、OZ の、うん、ホイールがね、すごいかっこいいですね。以上です。監督的視点、ボス的視点は何、逆になかったわけ。なんか私は選びません。選ばないんですか。あ、まあ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 、ね、いろいろありますから、いろいろなしがらみとかがあるので、そうですね、そういうことには参加します。高度的感覚で発表するのはいいかもしれないですけど間違いない、私名なんかが発表したらそうだね、ちょっとあのいろんなしがらみがあるんでそうね、大変なんですよ。確かに、あ、KP
がいたらね、また多分3代目は違うものが、あたりがね、発表するにはいい、選ばれてたかもしれないですけどね。私は発表しません。はい、はい、今日 KP は欠席なもんで、チャリンコが1位ですね。チャリンコチャリンコが1位、ローチャリが1位ですね。ローチャリね、っていう感じでね、はい、まあ、あとちょっと残り日数は少ないですが、はい、ぜひぜひインスタの方でね、はい、あのダブオールスターズジャパンショーのアカウントに行って、はい、見ていただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、見ま す,、はい、見ます。これこれ、まだまだちょっとね、試作段階なんですが、作っちゃったぜ YouTube ステッカー。これか、これがこれか、これがこれか、違います。一番いくらなんだそれ。まだ決めてません。まだ決めて、売るんだなそれ。儲けだぜ。買ってくれるか、これ買うか、買ってくれるかな。儲けだぜ。まあまだね、試作段階なんで、一応ね、ちゃんと出来上がったら改めて発表させていただこうと思います。ぜひぜひお買い求めください。1200円だから高っ。ということでね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。スペースバイビー。